ネーティックはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部ミドルセックス郡の南部に位置する町である。2010年の国勢調査では人口3万3006人だった。マサチューセッツ州のメトロウェスト地域の中心近くに位置しボストン大都市圏に属しているとみなされている。2000年時点でマサチューセッツ州の人口重心がネーティックにあった。ネティックという名称は マサチューセッツ族インディアンの言葉から来ており、通常、丘のある場所を意味すると考えられている。しかし、より正確なわけは、探す場所である、可能性があり、ジョン・エリオットが、祈るインディアンの集落がある場所を探して成功した、ことを祝す、意味合いだった。ネーティックとなった場所に最初に入植したのは、1651年の、ジョン・エリオットであり、 イングランドのハートフォードシャーにあるウィドフォードで生まれたピューリタンの牧師だった。エリオットはイングランドの長期議会から任務と資金を得て、チャールズ川の両岸にいるマサチューセッツ族インディアンの中に入ってきたものであり、デダムの開拓地から土地権利上等を得ていた。マサチューセッツ族は祈るインディアンと呼ばれ、エリオットの祈る町のネットワークではネーティックが最初の町であり、 長い間その中心として機能した。街はインディアンの指導者の下にほとんど自治が行われていたが、祈るインディアンはイングランド人ピューリータン文化を順方する規則に従っていた。実際にネティックでは他の祈る街と同様に伝統的文化や習慣とイングランド人の文化や習慣の組み合わせが生まれていた。エリオットとインディアンの通訳がアルゴンキン語で書かれたアメリカで、 初めての聖書を出版していた。植民地政府がボストンの防衛戦略としてその周りにそのようなインディアンの村を環状に置いていた。ネイティックはそのような開拓地の中で最初かつ最良に文書化されたものだった。土地は植民地議会から払い下げられ、デダム払い下げ地の一部となった。学校が設立され政府が作られ、インディアンは キリスト教への改修を奨励された。フィリップ温泉争中の1675年11月、ネイティックのインディアンはボストン港のディア島に送られた。多くのものが病気と寒さで死に、生き残ったインディアンはその家が破壊されたことが分かった。インディアンの村は十分に回復されることはなく、インディアンの社会で共有した土地は、負債の返済のために白人に少しずつ売られていき、 1785年には、ネイティックに、インディアンは、ほとんどいなくなった。1775年、ネイティックのイングランド人も祈るインディアンも、レキシントンコンコードの戦いとバンカーヒルの戦いに参戦し、また、大陸軍に従軍した。ネイティックからの祈るインディアンの名前は、ネイティックの独立戦争に参加した、兵士すべてとともに、中心街に近いポンド通り沿いの石碑に記されている。 ネイティックの街は1781年に公式に法人化された。1812年に生まれたアメリカ合衆国上院議員ヘンリー・ウィルソンは第18代アメリカ合衆国副大統領となったが、その人生の大半をネイティックで靴屋及び学校の教師として過ごし、ネイティックのコブラーと呼ばれ、ネイティックで埋葬されている。ネイティックの中学校にもその名が付けられている。 ネーティックは当初農業の町だったが、1858年に縫製機械が発明され、加工場が発展することになった。この産業が発展して1880年に頂点となり、23の加工場で生産される靴の量は国内第3位になった。ネーティックで作られた靴は主に重労働用の靴であり、 その生産ラインに軽いおしゃれんグッズを追加した会社は、1、2社しかなかった。プロガンと呼ばれる、南北戦争で兵士が履いた、重いくるぶしの高さまでくる短グッズで有名となった。ジョン・ W ・オルコットが弾力性の高い野球ボールの、糸巻き芯を開発し、ウィリアム・ A ・カトラー大佐が工夫した八の字の縫い目と、組み合わされた。1858年に建設された H。 ハーウッドサンズの工場で製造されたが、これは世界でも初めての野球ボール工場となった。1988年、H ハーウッドサンズの工場が野球ボール工場集合住宅に転換された。1874年、ネーティック中心街の大火で、事業地区18ブロック、加工場2つ、町役場、ネーティックで唯一の消防車庫、 回収派協会、さらに多くの民家が消失した。死者は出なかったが、資産の被害額は1871年のシカゴ大火で失われたよりも大きな対総資産比率となった。1875年、ネイティックの新しい中央消防署がサマー通り沿いに完成し、大火が最初に発見されたのと同じブロックで会所式を行った。この中央消防署には、 現在、ネイティック芸術センターと呼ぶ民間の非営利、地域社会芸能会館が入っている。毎年愛国者の日、ボストンマラソンの8マイル地点から12マイル地点が、ネイティックの修道135号線、セントラル通りを通り、数多い住人や観客が道路沿いに並ぶ。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、超域全面積は16.0平方マイルであり、 このうち陸地15.1平方マイル、水域は1.0平方マイルで、水域率は7.04%である。水域としては、コチチュエートこと、ダグ池がある。ネイティックセンターネイティックセンターは、中心街とも呼ばれ、修道135号線と、修道27号線の交差点にあり、街の政治と文化の中心である。中心街には、多くの公共サービスと、 公共土地利用がある。ネーティック町役場、ネーティック消防署、ネーティック警察署、モース図書館のような町の建物が東セントラル通り沿いに並んでいる。中心街に直接あるのがネーティックタウン顧問であり、町の多くの行事や地域社会の活動が行われる。ネーティックセンター駅が中心街にあり、マサチューセッツ湾交通局通勤鉄道のウースター線が運行されている。 1990年代庁役場、消防警察署が新築され、図書館が拡張されたことで、中心街の外観が新しくなった。新しい街の建物はいくつか歴史ある建物や、教会、修復されたセントラル消防車庫、いくつかの銀行、レストランと小企業の傍らに並んでいる。マサチューセッツ分化委員会が、2012年8月21日、火曜日、 ネイティックセンターを文化地区に指定することを満場一致で決め、マサチューセッツ州では10番目の指定となった。この文化地区はコミュニティが芸術家や文化的企業を誘致することを助け、企業や就職機会の成長を奨励し、観光業を拡大し、歴史ある建物を保存して再利用し、資産価値を高め、地元文化の発展を促すように考えられている。 ネーティックの文化地区は、ネーティック芸術センター、モース図書館、ネーティックコモンが中心的存在となっている。サウスネーティックはその美しい自然で知られ、インディアンの開拓者が最初に到着して、チャールズ・カワギ氏に町を作り始めたところである。マーティン・セレルのような住宅開発者がサウスネーティックに住み、町のこの部分には大きな地区を作らないようにした。 サウスネーティック住人の大半はネーティックの他の部分に比べて強く異なる文化的特性があると考えている。公式に別の郵便局で違う住所を使える唯一のコミュニティである。ウェルズリーから来る州道16号線沿いにある標識はサウスネーティックを見ることになる。イーストネーティックはオーク通り沿いにあり、オーク通りとウースター通りの交差点にある。 署名な目印として、ジェニングス地、オーク通り北の工業団地、ディルジャ学校がある。オーク通り近く、工業団地の中にスポーツとテニスのクラブがある。ウースター通りの延長はウェールズリーに向かっており、常に変化する小売業が並んでいる。ウェストネーティックは、フレーミングハムとの町境に接する大きな部分である。ネーティックモールとシャーウッドプラザと呼ぶ商店街があり、 背後の工業団地には事務所もあって、ウェストネーティックの商業中心とみなされている。さらに、第二次世界大戦後に、ウェストフィールド、ペラム、シャーウッドのような住宅開発、さらに衆軍補給所、スピーン通り沿いのゴルフコースが多くの人々をこの部分に誘引した。ウェストネーティックの西セントラル通り沿いには多くの企業があり、 マサチューセッツ湾交通局通勤鉄道駅がある。鉄道駅は中心街にもある。この地域は修道135号線に沿い、最も人口密度が高い。多くの集合住宅やアパートが鉄道駅向かいの通りに固まっている。ネイティックは小さな町であり、様々な住宅開発地がそのまま地区と考えられている。 1940年代後半から1950年代後半までに住宅建設数社によって建てられた家屋がある。以下はその地区のいくつかである。シャーウッド第二次世界大戦後で最初期の開発地であり、ウェストネーティックにある。家屋はコロニアル風であり、通りの名前はロビンフットの伝説を思い起こさせるものである。家屋は1948年に建設され、 地区には通り抜けられる道路がないので人気を保ち、家屋の大半は増築されて大きくなってきた。ウォルナットヒル中心街の北にある地区である。私立ボーディングスクールであるウォルナットヒル学校があり、またウォルナット通りとベーコン通り沿いには多くのビクトリア様式の家屋が並んでいる。ウェザーフィールド修道九号線の北の住宅地区である。 1950年代に開発されたカンパネリ農家の典型的なものがあり、比較的安価な家屋があるので、初めて住宅を購入する人に人気がある。修道9号線、パイン通り、修道27号線に囲まれた中でドルーリー、レーンと接続道路すべてが含まれている。多く通り、 修道9号線の南にあり、夏の休暇を送る地域として始まり、ジェニングス池を取り囲む小屋があった。長い間に拡張された家もあったが、地域に通り抜けできる道もなく、風変わりで完成なままである。サウスオークの西寄りには、ケープ様式の家屋と、第二次世界大戦の将軍の名前が付けられた通りのある地区になっている。修道九号線の北には、 1950年代初期から半ばに小さなケープ様式の家屋が建てられ、これらの家屋は適度な価格であるために、初めて住宅を購入する人に人気がある。オーク通り北に2つの工業団地があり、道路の片側にオフィスビルがあり、東側には大型倉庫もある。リトルサウスネーティックコモンのすぐ南、コテージ通りが通常リトルサウスと呼ばれるところに始まっている。ここは、 サウスネーティックに近いことからこの名がある。リトルサウスという名称はエバレット通りの東部、エリオット通りまで使われている。コテージ通り沿いの家屋は1950年代初期に建設され、その大半が失踪であり、うまく維持されている。よく知られたメジル氏はネーティック出身で第二次世界大戦で倒れた兵士に捧げた記念碑、コテージ通り近くに2つの大きな建物がある。 私立託児所と小学校である、東瓶学校がある。エヴァレット通りには、広い敷地に建てられた、大きな農家がある。チャールズ側に並行するエリオット通りには、ネイティックでも、最高クラスで美観の良い家屋がある。サウスネイティックが始まる、すぐ前に、チャールズ川南岸の大きな岩の上に、聖書所、マリアの像がある。優美な松の木に囲まれている。 ネーティックの公的家屋のいくらかがリトルサウスにある。大変安価で低品質の家屋があり、リトルサウスの欠点となっている。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。ネーティックの町はその三方をマサチューセッツ州でも裕福な町中のうちの五町に囲まれている。北にウェーランド町、北東にウェストン町、東にウェルズリー町、 南東にドーバー町、南西にシャーボーオン町である。さらに、すぐ西にはフレーミングハムという裕福な町もある。フレーミングハムはほとんど中流階級が住み、いくらか田園部の様相を残しているが、ネーティックの町が避けようとしている都心の後輩という問題がある。ネーティックは代表性タウンミーティング方式の政府を採用しており、調整委員会と町管理官がいる。 1990年代半ばにミドルセックス軍公共病院の管理が破産の瀬戸際となり、1997年にはマサチューセッツ州議会が軍の資産と負債をすべて引き継ぐことで介入した。ミドルセックス軍政府は1997年7月11日に公式に廃止された。保安官などいくつかの地域役人は特別の任務が残っており、現在も選挙で選ばれて、 軍内の任務をこなしているが、軍政委員会やコミッショナーはいない。しかし、町の単位では、そのサービスを共有するために、独自の地域協定を結ぶ権利を与えられている。ミドルセックス軍には、裁判所事務官、軍財務官、地区検事、土地検事登録官、県人登録官、軍保安官の役人が残り、選挙で選ばれ続けている。 ネーティック公共教育学区が次の学校を運営している。サウスネーティックにあるエリオット教会ケーシーズダイナーネーティックのステーションツリーホックス放送のテレビアニメファミリー外のエピソードダーブームではピーターが街にトゥインティーの工場があることを明かした後で家族がそこに向かう。その街がネーティックになっている。このエピソードが放映された時は ホステス社の工場がスピーン通りにあった。ただし一部はフレーミングハムに入っていた。この工場は2007年に解体され、ネイティックモールが拡張部を作るためにその土地を使った。ニューヨークタイムズのクロスワードパズルを楽しむ人々に、ネイティックという言葉は特別の意味がある。縦の鍵からも横の鍵からも言葉が出てこず、推測でしか埋められないマスに、 この言葉が使われる。ありがとうございます。